ニューヨークです。はい、じゃあさあということで、時事漫才でございます。何でしょう、テーマは何すか。今日は、はい、フェイクニュースです。フェイクニュース、あー、はいはいはい、成宮君が復活するみたいなやつでございましたね。はい、そのフェイクニュース。はいはい、フェイクニュースって何ですかね。まあちょっと絡んでる方がいいよね、入りとかは。はいはいはい、そのニュース記事から一応やってるんで。わかりました。それぐらいはわかります。はいはい、わかりました。お願いします。お願いします。ヤシの服今日何なんですか。何でしょう、いいでしょう、これ。お前さ、何で着るの。着れるまで着るよ、それは。お前わざと。ええやん、 BKB さんが一番褒めてくれた服なんだから。やっしゃもそれはダッサいよ。関係ないですからね、フェイクニュースには。お願いします。お願いします。どうも、ニューヨークです。お願いします。いや、先週はね、成宮君が引退してたんですけども戻ってくるっていうフェイクニュースが流れてますね。フェイクニュースね。国歌斉唱で音外しすぎちゃって引退しちゃったんだよね。それ小袋の小さい方ね。ほんで引退してないから、別に小袋の小さい方が音外しすぎちゃって、すごいへこんだだけやから。あれで引退をされてないしましたね。でもフェイクニュースなんですよね。本人は否定してますからね。まあまあまあね、これフェイクニュースってね、芸人とかにも多いんですよ。確かにね。ちょっと前にあったのはね、トロサーモン久保田、はいはいはい、仕事が多忙により精神的ストレスで番組の打ち上げに不参加、これ、ありましたね。本当はね、そんなことしてない、全くなかったらしいですよ、本人に聞いたところ。大変ですよね。あと他芸人でもあったのがね、デニス上野由紀夫、居酒屋で自分のお通しだけポップコーンが出る、それフェイクエピソードな。それしくじり先生でも言ってたけど、ゆきおちゃんが勝手に言ってたら嘘のエピソードやから。あ、それフェイクニュースではない。ゆきおちゃんが嘘のエピソード。そうそうそう、言ってただけやから。あとね、これもあるんですよね。何ですか。メルソンズの騎士、腰のタトゥーが発覚。これね、リアルニュースな、それ。これニュースにしてはしょぼすぎるから。あ、ニュースなんだろう。あ、言うてたけどね、岸さんが腰にタトゥー入ってたみたいな。あ、これフェイクじゃなくて。フェイクじゃなくて、それリアルです。ニュースならへん。メルソンズの騎士、映画ジョーカーを2回見て、誰も見てないところで、ジョーカーの階段の降りる真似をしてるとこを目撃。何やねん、そのニュース。どっちフェイク、リアル。それリアル、それ。これリアル。リアルニュースな。そうです。知らんから、ネルソンズ・キスとかもジョーカー2回見て。これリアルでしょ。一人でジョーカーの真似しとるとこ目撃されてきたりしたんだよね。何やねん、そのニュース。あとね、ビスケッティ・イワシ、婚約破棄される。それもリアルニュース。誰も興味ないから、岩橋が婚約破棄されたこと。これ衝撃です。ニュースならへんから。これもリアルでしたね。それもリアルよ。あとがウルトラブギーズヤギ、実は2年前に離婚していた。それもリアルニュース。衝撃やったから。あ、これリアルです。今年ね、キングオブコント準優勝だったウルトラブギーズさんとヤギさんの、実は誰も知らんところで結婚して離婚してた。リアル。フェイクじゃないけど、でもニュースになってる。なってない、なってない、なってないよ、お前。なってない。いじくり回すな、ヤギさんの顔。お前、あとレインボージャンボ高尾、1ヶ月でパチンコ30万負ける。リアルニュース、それも。お前、若手が負ける額じゃないから。しかもパチンコで、1ヶ月30万もやるな、お前。あ、これリアル。え、ニュースなってないの。ニュースなってないよ。ニュースなってないですか。フェイクニュースじゃないから全部。 あとこれね、何、優しいです最近、童貞を卒業するってこれ、ね、え、何それ。すごいハッピーなニュースやんか。あ、いや、大したニュースじゃないけど、なかなかええニュースやんか。あ、これはフェイクニュースです。いや、それはフェイクなんかや。もうええわ。どうもありがとうございました。はい、なんか普段やってるランキングの詰め合わせみたいな感じで、はい、でもブギニーのね、離婚はここで初披露ですよ、多分。メディア初披露ですよ。言って大丈夫。言って大丈夫です、八木さんの。昔実はちょっとだけ結婚してたっていう過去は。すいません、八木さん、ごめんなさい、言わせていただきました。はい、ありがとうございます。これはリアルニュースでした。はい。